今日は、そのスクワットの動きを見せながらなぜ、このパーツに引くのかという話をしたいと思います。大胸筋が歩いてる、バズーカ岡田です。それでは今日はスクワットの解説をしたいと思います。筋肉授業でスクワットの図説をしました。実際に動きを通してどういうスクワットをするとどのような効果が得られるのかといった話をしていきたいと思います。スクワットをする目的は様々です。この動画を見ている方はボディメイクの目的で取り組むことが多いと思いますが、スクワットのしゃがみ方によっては狙った体の形になれない、狙ったボディメイクができないということになります。よくあるのが女性でヒップアップを目指している、そのためにはスクワットをやるという流れがありますが、それでお尻に効かずに太ももが太くなってしまって困るという話がよくあります。男性でもヒップアップをしたい人が多いですし、たくましい太ももを作りたい人も多いです。ただどのスクワットをするとどこに効くかということをロジカルに理解してない場合があって、なんか今日は効き悪いなとか、なんか狙った体になってないなっていうような状況の原因がわからないといった方が多くいると思います。ということで今日は、そのスクワットの動きを見せながらなぜ、このパーツに効くのかという話をしたいと思います。ということで2パターンに分けましょう。スクワットをしてお尻を鍛えたい、ヒップアップをしたい人、そしてたくましい足を作りたい、この2つの目的に分けて今回は考えてみましょう。で、2つのフォームをお見せします。あとちょっと、右だけだとね、伸ばしたりして、もちろん家トレじゃない人は、ここにバーベルを担ぐわけです、それは家トレの人とジムトレの人で、この手の位置、バーベルがあるかないかというのは分けて考えてます、これは一つ目の方、で二つ目、どうでしょうか。今回は要素を限定的にするために足幅はほぼ変えてないです。足幅は最初のフォームも2つ目のフォームも変えずに行ってます。しゃがむ時の足幅ではなくて、どのようにお尻を引くのか、どのように膝を出すのかという要素に限定して変化をつけてご説明したいと思います。それではこの2つのトレーニングフォームで何が違うのかを意識的に見てみてください。注目してほしいポイントは足の付け根、股関節の動き、そして膝、この膝の曲がり具合、この2つを比較しながらそこに注目してフォームを見てください。1種目目のトレーニング、股関節がしっかりと曲がっていきます。しかし膝関節は90度以上には曲がっていないですね。股関節がしっかりと折れ曲がる、もうお腹と太ももがついてこれ以上いかないぐらいまで股関節は曲がっています。膝関節はまだこれだけ余裕があります。ということで股関節がしっかり曲がるか、膝がしっかり曲がるかの2点ですね。まずは股関節がしっかり曲がるスクワット、これがお尻の筋肉を稼働する、お尻の筋肉を強く使うスクワットになります。2つ目、体がまっすぐ立って膝関節が最大限に曲がっています。股関節はかなり深く曲がってますが、先ほどのスクワットよりは曲がりが浅いです。先ほどのスクワット、もう太ももとお腹がついてます。膝は曲がりきってないです。2つ目、しっかりと膝が曲がる反面、股関節の屈曲は先ほどよりは出てないわけです。このように膝をどれだけ曲げるか、股関節をどれだけ曲げるかが効かせるパーツを変えるポイントになってきます。お尻の筋肉は股関節についてます。したがって股関節が大きく動けばお尻の筋肉がその分使われます。太ももの筋肉というのは膝についてます。
なので膝が大きく曲がればその分太ももの筋肉をよく使うということになります。この時によく問題になるのが前後のバランスなんです。まずお尻を出すスクワットをすると、お尻を出そうとすればするほど体は後方に倒れていってしまいます。お尻が後ろに行くから重心としてこの体の重心が後ろに寄るわけですね。で後ろ側に倒れてしまう。なのでスクワットをしていてつま先がぴょこぴょこ上がる人というのは後ろ重心を、なんとか制御しようとしているんです。後ろに倒れないようにこのつま先の筋肉とか足首の筋肉、このすねの筋肉を使って前に体を引っ張っています。倒れないように倒れないように実はこの筋肉で体を前に引っ張るという現象を行うということを行っているんです。なのでスクワットをしていてこのすねの筋肉が張りすぎるという方は後ろ重心すぎるんです。後ろ重心にすること、これはお尻を出していく結果後ろ重心になってしまうと。ただその姿勢を取るためにすねの前の筋肉がパンパンになるぐらい強く使ってしまうのであれば、これはスクワットをするときに理想的な重心の位置とは言えないということになります。よくスクワットするときに後ろ重心で行いましょうっていうのはお尻を引く結果後ろ重心になると考えた方がいいです。後ろ重心を後ろ重心にしようとするとどん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 後ろに行きます。早い段階で倒れて股関節が曲がる切るよりも早く終わってしまいますから、お尻を後ろに引こうとする結果重心がかかと後方に移動するというのが、いいやり方だと私は考えています。太もも、膝をしっかり曲げて太ももに効かせるスクワットの場合は重心が後方に移動することはないというのがやり方として、正しいです。お尻を引く結果後ろが重心に行くのではなくて膝を曲げようとする結果重心は後ろにはいかないんですね。足の裏全体にかかっています。この状態です。この状態でつま先が浮いてる人っていうのは後ろ重心すぎる。なのでここがまた張ってくる、すねの前が張ってきます。ふわっとして鍛えたいパーツはここなのに太ももなのにすねの前がパンパンになってしまうという、不合理なケースになってしまいます。その場合には足首をしっかりと曲げるストレッチ、このストレッチをします。この曲がりが弱いとすねが前に傾けない結果後ろ重心になって倒れてしまうということになります。なのでしっかりとこのくるぶしから前に膝が出るようなストレッチを強くする、体重をかけています。こうすることで後方に倒れずに、あるいは後方に倒れまいとしてすねの前の筋肉をパンパンに使わずにスクワットすることができます。ということでスクワットの解説を行ってきました。大きく2パターンに分けました。お尻に効かせるためにお尻を後ろに引くスクワット、すなわち股関節の動きを最大化するスクワット、そして太ももを、たくましくする目的としては膝をよく曲げるスクワット、この2パターンを、解説しました。よくその中で起こるのがお尻を鍛えるためには後方重心かかと重心でやりましょうと言いますが、これはお尻を引く結果そうなってしまうんです。なのでかかと重心する意識ではなくてお尻をしっかり後ろに引くという意識で行えば結果そうなります。お尻をかかと重心にするだけでお尻が引けてないことは基本的にないわけですね。お尻さえ引ければかかと重心になります。お尻を引くことができる人は多いと思いますが、重心をかかとにしてくれって言われてもお尻を引く動作ができない方もいますよ。なのでしっかりお尻を引くということを考えれば結果そうなるので、そこは簡単に考えましょう。そして膝をよく曲げていく、太ももを強くするスクワットの場合には足首の可動域が足りずに、よくしゃがめないケースがあります。あるいはすねの前がパンパンになってしまって、スクワットの弊害を起こしてしまうケースがあります。足首をしっかり前に倒す、ふくらはぎの下部のストレッチをしっかり行った上でしゃがめやすい状態を作る、そうすると足の裏全体にわたって体重がかかります。お尻を後方に引くスクワットとは全く違うところに足の裏に体重がかかっているというのが分かると思います。このような状態を作ることで狙ったパーツを鍛えるスクワットが可能になってきます。ぜひこのあたりを注意して自分のスクワットを振り返ってみてください。それではこの動画のまとめです。お尻を鍛えたければスクワットでしっかりお尻を引く、太ももを鍛えたければスクワットでしっかりと膝を曲げろ。以上、この動画が良いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価をお願いします。大胸筋が歩いてる、バズーカ岡田です。ほら、ほら
になっちゃう。気になっちゃう。俺も気になっちゃって。